はい、どうも、ゆきおでございます。本日もゆきおとワインやっていきましょう。ワインはこちらですね。いやー、可愛らしいエチケットじゃない？これ。メルヘンだねー。はい、ということで、ロゼです、今日は。南仏ですね。リュベロンという地区にある、生産者の名前が、ドメーヌ・ドゥ・プティ・ボノームという方ですね。いや、まだまだ全然多分知名度は低いと思うんだけど、2018年から始めた若手のね、まだ生産者です。でもなんかね、もうもはやヨーロッパ各地では結構取り合いになってるぐらいの、人気を誇ってる生産者らしくて、ナチュラルなんだけども、綺麗めナチュラルって感じかな、になってると思います。はい。で、この場所か、リュベロンという場所だけど、南仏でも、アビニョンという都市があって、そのアビニョンとエクサン・フロバンスの間ぐらいにある地域だね。ローヌにはなるんだけども、ほぼほぼプロバンスも近いみたいな、そういった地域です。で、以前にね、ちょっとついこの前ぐらいにそのリュベロンの作り手やってて、カノルグっていう作り手がいて、そのカノルグをもうリュベロンだったのかな、赤ワインなんだけど、で、そこの地域、なんか立て続けにリュベロンの生産地があるなっていう、別に意識したわけじゃなかったんだけど、と思ってたんだけど、非常にいい地域なのかなっていう感じでございますね。そう。で、ロゼだから、ローヌのロゼといえば、グルナッシュっていうね、グルナッシュを使ってます。はい。グルナッシュを使ってるんだけど、それもグルナッシュノワール、普通に赤ワインを作る黒ブドウのグルナッシュと、グルナッシュブランも入れてるっぽくて、結構ね、グルナッシュブランっていろんな栽培者、作ってる人が多くて、よく聞くんだけど、ちょっとね、個性がどうなってるかっていうのは単体で飲まないからよくわかんないんだよね。そう。でもね、結構よく使われてる。あとシラーを使ってるのかな。はい。っていう感じで、白ぶどうと黒ぶどうを混ぜて作る感じにはなってるんだけど、この非常に1回だけね、テイスティングで飲んだんだけど、めちゃめちゃ魅力的なワインだったよ。だからちょっとね、すごく、結構前だから、そこまで記憶もおぼろげだけど、ただすごいいい印象があったので、ね。で、3000円ちょっとぐらいだし、すごくコスパがいいかなと思いまして、はい、やっていこうと思ってます。なんたって可愛い。なんたってか、下、あれだね、お馬さんがいるのかな、この下。なんかね、この生産者の方は、その馬による耕作、畑をこう耕していく馬によってね、がすごい得意らしくて、なんかそれがもしかしたら、あるのかもしれない。かわいいね。ピプレットって名前らしいね、ワイン自体は。はい。では、かわいらしいロゼ、飲んでいきましょう。雪男とワイン。はい、色合いは、結構しっかりとした色はしてるね。でもなんかちょっとね、赤みがかって、オレンジがかってみたいな、いい色してるね。コルクもこのお馬さんいるじゃない、かわいい。いや、なんかいいね。このデザイン性というか、文字の感じもすごいいい。いいね。いい色ですね。柔らかい果実とほのかなスパイスって感じかな。ああ、いい香り。なんかでも、なんか少しオレンジみたいな香りもして、お花っぽさもあるし、なんかすごくチャーミングさもある感じかな。うわー、いい香り。ナチュラルで優しい感じだけど、なんか変な部分も全くないし、綺麗な果実のね、可愛らしい香りと、なんかお花みたいな感じと、なんか少しジャスミンティーみたいな、そういった、香りもするかな。すごくいい。もういただきます。飲んじゃおう。美味しいね 優しいね。なんか本当に、お茶とか
ハーブティー、ハーブティー、まあ、ちょっと紅茶とか、なんかそういったなんかそういうなんか優しいこの香りがする綺麗なお茶を飲んでるような感覚にもなるし、まあ、グルナッシュだからね、結構そのなんか甘い感じの果実は出やすいんだけど、うん、まあ、ロゼにしやすいあのブドウ品種だし、なんかやっぱりいいロゼってなんかこのグルナッシュから生まれるなっていうのはすごいあるから、うん、いやでもいい香り、なんか少しやっぱ白ブドウが入ってるからか、この香りの立ち方がすごく華やかな感じもあるかな。いい香りだね、めちゃめちゃ。うん、好きだね、この感じはすごい好きだ俺。うん、優しいしね、舌触りも滑らかだね。うん、うん、美味しいね。やっぱりそのグルナッシュのその果実の甘さっていうのも多少あるんだけど、なんか結構そのシラーから来るスパイス感っていうのもあるような気がして、うん、多分うまい具合にバランス取れて、うん、なんか混ぜてるのかなっていうような印象だね。すごくいいね。うん、ね、なんかこのピブレットっていうワイン名にもその意味があるらしくて、なんかその楽しく会話する女性たちみたいな意味なのかな、なんからしくて、なんかこのワインを飲んでなんかそのワイワイね楽しくやってほしいなっていう意味もこもってるらしいですね。まあ、まさになんかこの本当になんていうかいい意味でワインだけに集中せず、なんか他のことをやりながらでもその自然に体に入ってくるような、もう本当に真剣とこの一つのワインに向き合ってこうやってググ、うん、このワインはっていうよりかは、なんかこうみんなとこうやってね話しながら、まあ、あれはこうだったね、今日はどうだったみたいな、いや今度あれがなってさって言いながらこうやってね、こうそれを話しながら片手にこう飲むみたいな、うん、っていうような、うん、場に合うのかなっていう感じもするね。優しいし、もう本当やっぱりナチュラルな作りだから、それこそもうスッて入ってきて体にじわじわって染み渡って感じ、うん、料理あったらもちろんなおいいんだろうけど、うん、すごくいいな。今なんかねちょっと冷蔵庫に入れてたんだ、一応ロゼだから冷やしようかなと思って、だけどもしかしたらもう少し温度上げてもいいかもしれない、うん、そうなんかやっぱり、うん、少し温度上がって香りがもう少し立ってきても、うん、いいかなっていう感じはする。なんかこの香りの感じからするとね、もう少し温度高めでも美味しく飲めるかな。うん、なんかやっぱりこの地域はロゼはすごくいいね。まあ、あのこの地域っていうかリュベロンに限らずだけど、まあね南仏の方はグルナッシュで作るロゼがすごくやっぱりね有名だし、あのタベルっていうねあの場所があって、そこはもう名城地だし、なんかやっぱりいいよね。だからロゼ好きだからさ、もともと、うん、まあ、なぜ好きかってなんかあんまり考えないで飲めて料理に合うっていうねこの良さがあるんだよねロゼはね、うん、で気軽で重くない、うん、あ重くないんだけど重くないんだけどこれ実はアルコールがですね 14.5% なんだよね。嘘でしょっていうぐらい、嘘でしょっていうぐらい飲み口はすごく軽く感じるかな。まあでも余韻は結構しっかりあるし、意外と飲み応えはあるのかな。でもスルスル入っちゃうからね、飲んじゃうよねこれね。うん、美味しいね。うん、なんかバーンってくる強さはないんだけど、まあもうじわじわくるこの美味しさっていうね、非常に飲み心地もいいし、いやいいね、やっぱこういうワイン大好きです、はい、という感じで本日ご紹介したワイン、ドメーヌ・ドゥ・プティ・ボノームさんのピプレットですね。ロゼ、可愛らしい感じのロゼでございました。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価もよかったらよろしくお願いします。はい、じゃあまた次回の動画でお会いいたしましょう。今日もありがとうございました。では皆様、じゃあね、バイバイバイ。バイバイ。